はい、桂木山のふもとでございます。この横が、あれ、三塁公園見えないか。あ、これが三塁公園だな。ひまわり畑でございます。ちょっとまだ朝早いから下向いてありますけどね、全部ひまわりでございます。1万本ほどあるやろね。中入れないかね、これ。ちょっと中見てみようか。ちょっとみんな下向いてはんねんけどね。ああ、中ちょっと入れるね。ちょっと入ってみましょうか。大きなひまわりね。おはようございます。後ろの山が桂木山でございます。まあ見た感じ1万本ほどあるそうやね。もうここ1日2日やね。もう一番盛りはもう終えていますね。ああすごいね、スズメがすごいことおりますよ。はい、これ桂木山でございます。ちょっと雲多いけどね。これ畑、これ田んぼやね、田んぼ一面。いや畑やね、田んぼやってはらへんねんな。もうちょっとね、太陽が上がらんとあかんのかな。かなり東向いて、東で下向いてあるの。東向いて下向いてあるからね。ちょっとね、時間が早すぎたかね。1ヶ月半になるとこれぐらい伸びるんだね。指の方がね、かすれちゃうんでございます。田んぼやってはらへんのでね、ひまわりやったんかね。ひまわり、ひまわり、ひまわり、ひまわり。これで2、3000本どこかね。こっちもありますよ。こっちも見た感じはそうやね。2、3000本か。そんなのか。はい、きれいに咲いてます。先週来た時はこれ全部まだね、全然でしたけど、咲いてなかったんですけどね。ああ、きれいやね。東を向いて。これちょうど満開でございます。ああ色も鮮やかいしね。で、上側は桂木山でございます。ずっと桂木山が広がってますけどね。桂木山です。ちょっとこの裏が桂木三塁公園があるんだけどね。なんか見えないかね。何にも見えないね。あー、これ綺麗よ。ちょうど今日満開やね。満開でございます。すごい音してるんだけど、なんだろう、水か。あー、水やね、これ。ほら、水すごいことなくなってる。はい、ありがとうございました。八岡のひまわり畑でございました。ありがとうございました。鉄板でせき止めて、水入れられるからってね、流れてますけど。いやー、こんなん見ることないしね、びっくりしたね。中から入った水がどこ行ったんだ？こっち来るんか。おっ、こんな流れるの。すごいね。